EA-18G 搭載のアン・アルック -99F のポット。アン・アルック -99 戦術。電子戦機に搭載される。開発契約は1966年8月に締結された。当初は攻撃支援のためのレーダー妨害を意図したシステムであったが、まもなく地上洋撃管制と洋撃機との音声リンク。さらには、 データリンクに対する通信妨害機能も付与された。また1960年代末にはソビエト連邦軍の機上レーダーやミサイルへの妨害機能も追加されたほか、1985年頃にはエイジム -88 体レーダーミサイルの下記完成機能も付与された。本機では対応する周波数を下記の周波数帯に区分している。 e a 6 b 初期型で搭載されていたアルック -99 では、バンド1、2及びバンド4、7をカバーしていた。e a 6 b 後期型及び X キャップで装備化されたアルック -99A では、さらにバンド5、6及び8が追加された。その後、信頼性向上などを図って、アルック -99B、アルック -99C と順次に改良された。 これらはいずれも半自動システムとされていた。これはコンピュータが実用化される以前は自動化信頼性に問題があると考えられていたためであった。1977年に進むぞらした EA-6B i E-CAP-1 で装備化されたアン・ a l ク9 9 d において複雑化する電子線環境に対して 従来の半自動方式では対応できないことが判明したことから、同シリーズにおいてアナログコンピュータが導入された。受信機もデジタル化されている。また、空軍の EF-111 向けとして、AN-ALUC-99E も開発された。同期では、電子選手間が1名のみであったことから、自動化が進められている。その後、1980年に進むぞらした。 ea-6b icap-2 で、装備化された、an, 歩く -99 回では、全面的な解説系が施された。電子計算機は、アン・ ik1-4 に更新された。an, 歩く -99 のサブシステムの多くは、ポットに収容されて、主翼化に搭載されている。例えば -99f においては、 このポットは4.70.70.5メートルの大きさで、先端には機器の電源用のラムやタービンが設置されている。ラットは指示体規速度時速185キロメートルで作動を開始し、時速356キロメートルで、送信機1機、時速407キロメートルで、送信機2機の所要電力を賄うことができ、最大27区場の出力を発揮できる。 ホットのアンテナは電子操作式とされており、ビーム幅は30度、出力はおおむね 1kW、MHz で旧式の案、歩く99は最大 10.8kW、新型は 6.8kW とされる。このポットには複数の種類があり、それぞれが異なった、もしくは相互に重複する周波数帯をカバーするようになっており、任務や適常に応じて選択される。 マイナス 99F においては、下記のような構成がある。一方、高帯域受信機を中核とした、システム統合受信機については、垂直尾翼上端の大型フェアリングに配置されていた。ただしこれは、EA-6B i e c a 3においては6 4ヘルツから4 0ヘルツまで対応した、a n a l ク二2 1 8によって更新されている。また、 次世代電波妨害装置完成までの繋ぎとして、さらなる改修が実施されている。これは、プログラマブル技術を適用して、信頼性や能力を向上させ、ミッションのニーズの変化に適応するもので、ユニバーサルエキサイターのコンポーネントのアップグレードを、含む3つのコンポーネントが交換され、寿命延長回収が行われる。再設計は2017年6月に完了する予定。案 アルクマイナス99は、1970年代の、ベトナム戦争からリビア爆撃、湾岸戦争、ノーザンウォッチ作戦、サザンウォッチ作戦、アライドフォース作戦、イラク戦争、2011年に入ってのオデッセイの、夜明け作戦など様々な軍事行動において、使用された。だが、信頼性が低く、機上試験においても、頻繁にエラーを出し、これは実戦においても、 作戦失敗という形で反映された。EA-18G では、機体のアイサレーダーに干渉して、最高速度を下げることになり、乗員2名で扱うには、大きな負担を課するシステムであった。そのため、後継ポッドとして、次世代電波妨害装置が開発されている。アメリカ海軍の EA-18G、海軍及びアメリカ海兵隊の EA-6B に、 搭載されている。アメリカ空軍の EF-111A にも搭載されていたが、1998年5月の同期の退役に伴い運用を終了した。ありがとうございます。